さあ始まりましたマジックボーイズの丸々させてくれませんか。イエーイ。はい、はい、in 中目黒ということで今回はね中目黒にやってきました。はい、じゃあ中目黒初のおねだりはこちらです。でげん、ブツブツ交換してくれませんか。イエーイ。イエーイ。in 中目黒前回とあれですよね。そう、前回も前回前もやった、前もやったやつ。はい、続きから、そう続きからということで、ロキソニン S から、あ、まだ取っておいてあったランボルギーニね、ちょっと笑ってる状況でなんとかたどり着きたいと思います。はいはい。それじゃあ、お前のそのティッシュは何だろう。そうだね、これつくものティッシュ。あ、これは花粉がちょっと気を振ってティッシュを使わせていただきます。そんな花粉だからそう、いつも忙しくて来れなかったジョーさんが ね、はい、多忙なジョーさんがね、合間を縫って来てくださいました。ありがとうございます。ジョーさん、いつもお久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何でしょう。ジョーさん大好きです。あ、どうも、よろしくお願いします。なんだよお前ら。交換してくれませんかっていうのをやってて、はい、あのこのロキソニンと何か交換していただけるものを探してて、本当にあの多分何も持ってない、本当に小さいものでもいいんですけど、これ多分本当にジム帰りだから何も持ってない。そうなんですか。ジムの服しか持ってなくてごめんなさい。 ありがとうございます。ありがとうございました。トマ、トマ、すいません、マジックボーイズっていうのですけど、あと4回でランボルギーニですね。あー、そっか。このまんま行くとどういう結果にするの。あ、まず逆算していこう。ランボルギーニって何を交換する。道明寺邸かな。あ、道明寺邸。じゃあ道明寺邸と何交換する。超高い。花晴れブラックジャケットから。C5 ブラックジャケットか。じゃあ C5 ブラックジャケットと何交換する。なんだろうな、なんだろう、すげえ人が作った土偶みたいな。あ、じゃあ次はすげえ人が作った土偶を探しに行けば探しに行けばある。ロキソニン、土偶、C5 ブラックジャケット、道明寺邸、ランボルギーニハマってんな、ハラハラハマってんな、マジで。今 YouTube の撮影をしてるんですけど、ロキソニンと何か、あ、ごめんなさい、これ何かあの交換していただけないかなと思って。頭痛いなって、これから梅雨で低気圧の時に頭痛の痛み止めになる。何かあったらいいですか。あ、大丈夫です。ごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの今僕たちあの YouTube の企画でブツブツ交換してくれませんかっていうのをやってて、まあ、はい、わらしべ長者的なやつ、はい、あのこのロキソニンから何か交換していただきたいなって。ロキソニンって何だ、まず頭痛とか痛み止め、痛み止め。いいじゃん、いいかな。お、よかった。いいじゃん、いいじゃん、食べてるんですか。あ、全然全然。大丈夫ですよね。いいですか。はい。あ、ありがとうございます。頭痛くなった時とかもこれから梅雨来ますんで。はい、そうです。ぜひ低気圧の時に。頑張ります。やったぜ。やっと変わった。で、これ3回目ですから。はい。はい、これと同名字。同名字で。メイト長とか行くか。今、現在、ミンティア。で、あのミンティアと何かを交換していただきたいなと。何かある？道明寺邸の鍵とかって持ってないですね。道明寺邸の鍵は。鍵は、あー、ないですね。道明寺邸の土地券とか。本当に同じようなものしかないんだけど。あー、でも全然。でも全然大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。これもまだ全然残ってないんで。はい。何ですか、それは。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ランボルギーニのキーが入ってる可能性も高い。スタートですね。お全然王者ね。
タブレットからタブレットになりました。変わんねえな。え、でもこっちの方が多分高いって。よし、行きましょう。鍵が入ってなかった。入ってなかった。まだ足りない。あの、今この、まあ、タブレットって何か交換してくれる人を探してて、本当に何でも大丈夫ですかね。ぜひ交換していただきたい。なんか、ポルシェとか。ポルシェの鍵はなんかっていう出てくるあれがすごい。何でも大丈夫です。はい。ボールペンですか。ボールペン。インク。お、これは便利。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあクイックショット開始。はい。ペン、ボールペンの開始になりました。イエイ。イエイ。でもこれポルシェも入ってないし。何色でもいいやオプションで買えるから。何色でもいいやまあね、最新のポルシェのあのキーがフリクションになってる可能性もなくはない。すげーな、それすげーな。刺したら開くみたいな、そういう感じになってるかもしれないからね。はい、ということでこんな感じでね、はい、物々交換は開心ということになりました。はい、こんな感じでいろいろおねだりしているので、皆さんぜひチャンネル登録、そして高評価お願いします。お願いします。バイバイ。